ガストン・ストロビーノはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1912年、ストックホルムオリンピックマラソン競技で銅メダルを獲得した。ストロビーノはスイス生まれのイタリア人で少年期にアメリカに移民してきた。ニュージャージー州パターソンに定住したストロビーノは、その地のスポーツ団体であるサウスパターソンアスレチッククラブで陸上競技を始めた。 1912年に彼はクラブを代表してオリンピックの候補選手となったがその時は代表の資格を得られず参加費用を自己負担して代表チームに加わることになったクラブの仲間や友人たちがこの費用を寄付してくれたため彼はストックホルムにオリンピック代表チームの一員としていくことができたストロビーノは ストックホルムオリンピックのマラソン競技にアメリカ代表として出場した。このオリンピックでのマラソン競技は出場選手68人のうちほぼ半数の33名が途中棄権するという過酷なものとなった。ストロビーノはアメリカ代表として出場した12選手のうち最高順位の3位でゴールし、銅メダルを獲得した。 ストロビーノの銅メダル獲得は驚きを持って迎えられ、アメリカに帰還した。彼は大歓迎された。その後のストロビーノは機械製作校として生活し、1969年にイリノイ州で生涯を終えた。ザビッグ・デイ・デューリング・ザ・オリンピック・ゲームズ2010年8月15日、閲覧。ありがとうございます。